回はミーコのチェンジと対決。皆さんはちいかわは知ってますか？今から私たちは1回戦ちいかわ、2回戦うさぎ、3回戦ハチワレに関するものを建築していきます。はい、制限時間は1時間。この広い土地に作っていきます。3人の中で一番上手に作れた人の勝ちという対決です。うまくできるかな。リップは自信あり、余裕で勝つ。ではまず1回戦目に作るキャラはちいかわです。ちいかわが入ってれば何を建築しても OK。 はい、はい、それではちいかわ建築作っていこう。作っていく。あー、ちょっと待ってよ。よし、この辺に作っていこうかな。マジで超超超大きいのを作っていこうと思うから、このエリア全部使うぐらいのスペースは必要なんだよね。大きいってことは巨大建築？うん、巨大建築とちいかわのめちゃくちゃ可愛い動きを作る。え、動き？ただのちいかわじゃないってこと？レジルイコスゴソ。何作ってもいいんだもんね。あー、悩むな。ちいかわと何を組み合わせるかって感じじゃない？うん、巨大建築もいいけど、マジアイディア大事だと思う。アイディア、ほんとそれね。そんなの作ったかってみんなに思わせたい、思われたい。ちなみにこの動画を見てるみんなは、ちいかわ、うさぎ、ハチワレの中で誰が一番好き？コメントに書いて教えてね。ちいかわ建築終了。満足いくちいかわは作れたかな？完璧よ。マジ雰囲気とアイディアで絶対勝てる。おお、すごい自信だね。うん、どんなの作ったのか気になるわ。でしょ？じゃあまずはリップのアイディア勝負というね、ちいかわから見ていきましょう。はい、リップのちいかわ作品はちいかわ団子です。おお、これちいかわ？どっからどう見てもちいかわじゃん。ポイントがあって、うん、ポイントは三色団子ということで、全て違う色にして顔もみんな見て違うんです。微妙に違ってるてるよ。でしょ、うん、でしょ。それに上に行くごとになんか上手くなっていってるね。そうそう。でもさ、うん、制限時間1時間あったよね。うん、この団子作るのに1時間もかかる？うん、いや、団子はね、10分で作りました。ポンポンって乗せてピューンと顔描いて。じゃあ残り時間何してたんだよ。うん、めっちゃ時間余りまくりじゃない？いや、残り時間はこのね、周りの桜を植えるのに時間を作りました。使いました、使いました。なんじゃそりゃ。確かに桜めっちゃ生えてる。生えすぎのぐらい生えまくってんよ。いや、やっぱさ、三色団子の雰囲気を作るには、うん、和の雰囲気の桜が必要じゃん。まあね。そうそうそう、ここまで生やさなくていいからさ、ちいかわ団子に時間を使ってくれんよ。本当にね。あれ、実際に回ってる。うん、そう、すごい、すっごいでしょ。ああ、本当に回る風車がちいかわの上に乗ってるんですよ。可愛すぎる。外観のポイントは、うん、ちいかわが手足を伸ばして寝そべってるような形にしたところです。おい、本当だ。ほら、足まで伸びてる。そう、ちゃんと体全部作ったんだよ。へえ、可愛いって察して聞いてくれる？うん。さらにすごいおすすめなところが、うん、ここ。こいつ見てください。口からね、うん、中に入れるようになってるんですよ。おお、カモンカモン。うわ、遠くで見たら口の色で分かんなかったけど、近く見ると確かに入れる隙間があるわ。うん、すげえ。おお、ね、ちょっとした仕掛けだね。うん、さあ、そう、え、に中も、え、部屋になってるんだ。めっちゃ可愛いでしょ。うん、これはね、ちいかわのパジャマってピンクでしょ。うん、
だから部屋も白とピンクを多めに作ったんだ。かわいい。あれじゃん、こういう小さいテーブルもさ、ちいかわの部屋っぽいね。ね、ちいかわ背が低いからぴったりそう。そうだよ、置いてるものも全部ちいかわに合わせて用意しました。おお。そしてこの草です。これこれ、うん、この草は草むしりで取った草っていう設定で、うん、ちいかわにはほらよく食べるシーンがあるでしょ、うん、だからこうやって食べ物もたくさん置いたんです。すごいな、ミーミーのちいかわハウスはなかなか上出来だ。もう一生すまん、もう住んじゃう、どうぞ。私の作品はこちらです。これ何？作品じゃないの？今私たちは作品の外にいます。だからこれは作った作品のヒントだね。うわ、なんだこれ、マジわかんない。 UFO か貝か、マジなんだこれ。違います。じゃあ実際に作品のところまで案内します。はい、ついてきてください。うわ楽しい。ねえ、ココちゃんの作品の規模感やばくない？案内って何？そもそも普通にさ、建物の中に通されてるんだけど。まあ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 、ちょっとこっち来て。はい。で、うん、ここからちょっと下を向いて前に歩いてきて。うん、はい。これ下ね。はい。行きます。マジ謎。何かわかんなさすぎてワクワクするね。うん、せーのでゆっくり顔上げてね。うん、はい。オッケー。ストップ、ストップ。はい、ココナの作った作品は、せーの、ちいかわスタジアムでーす。ちいかわがサッカーをしてる作品を作りました。うわ、ほんとすごすぎ。だってマジでサッカーボール蹴ってるもん、この人。うんね、ちゃんとサッカーボールに向かってって蹴ってるね。そう、ゴール決めようとしてる瞬間じゃん、うん、サッカーを蹴ってるちいかわの躍動感を表すために、足の向きとか大事なんだけど、この向きがなっなかなか難しかった。いやー、これはすごいわ、ココちゃんね、うん、巨大建築だしね、うん、しかも私がすごいなって思ったのは、うん、このサッカーゴールの蜘蛛の巣だよ、この表現ね。ちいかわだけじゃなくて、スタジアムの細かいところまでこだわってるんだね。うん、このスタジアムのリアルさも力を入れました。うお、ちゃんと観客席とか映像のモニターとかも用意してリアルなスタジアムにしました。すごい、だってさ、マジ応援したくなるもんね、こうやってちいかわを。いけいけ、ちいかわヒューこれさ、まあスタジアムもなんだけど、うん、でも一番のポイントはこのちいかわのユニフォームです。おお、日本のサッカーのユニフォームといえば青でちょっと柄が入ってるから、ちいかわもちいかわジャパンということで、いろんな青色ブロックを使って柄入りのユニフォームを表しました。おお、なんかさ、遠くで見たらあんまり分かんなかったけど、うん、近くで見たらちゃんと一つ一つのブロックなんだね。そう、そう、青色のさ、いろんなブロックが使われてるんだね。うん、何個のブロックなの？リップの、そう、リップの作品とさ、大違いじゃん。リップ3個だったからね。うん、そうそう。そうよ。ココちゃん、クオリティマジ高すぎだわ、これは、うん。うん。ありがとう。頑張ったよ。ということでね、1回戦目のちいかわ作品を見ましたが、ここで見てるみんなに質問。リップのちいかわ団子。ミーミのちいかわハウス、ココちゃんのちいかわスタジアム、どれが一番好きかコメントで投票してね。次は2回戦目、ウサギを使った作品を作っていきましょう。同じく制限時間は1時間です。それではいざ作っていく。今度は本気でやるわ。最初から本気でやれ。はい、リップのウサギ作品はウサギツリーでーす。おお、これクリスマスツリーじゃん。かわいい、かわいい。すごい。でしょ？飾り付けのところにたく
さんウサギを置いて、うん、360度どこから見てもウサギ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 主張が強いな。いろんなウサギと目が合うよ。ちなみにこの作品のポイントはツリーの上に流れ星がいるところ、うん、流れ星がこのねツリーに着地したんです。流れ星参上うまいな右にも流れ星になっちゃったそう、そしてみんなさクリスマスプレゼントをお願いするときは、うん、あのねこの流れ星にお願いしたらいいよ、うんうん、そうするとねこんな大きなプレゼントがもらえるかもしれないよ。うわすっごい、なかなか大きいプレゼントだでしょ。リップなかなか建築力上がったねさっきに比べたらね、ツリーの形もめっちゃうまいし、うんうん、流れ星とウサギのコラボもいいしね。もうそんな褒めてもらえると、いやリンちゃんがウサギになっちゃった。うまいねでしょ、うまっミーミのウサギ作品はじゃーん、ウサギなんだね。かわいい。ウサギといえば食べ物を食べることが大好きなので、ラーメンをすすってる作品にしました。うん、ね、見て、うん、ちゃんと割り箸持って食べてるんだよ。ラーメンの麺これどうやってんの。見て見て、センスだ、センスで麺を再現してるんだ。あ、遠くで見たら本当に麺みたい。うん、なんかラーメンの器もラーメン丼といえばの赤と白でできてる。うわリアル、うん、スープの色もほんとラーメンのスープの色じゃん。リアルでしょ、うん、ちなみにこれは醤油ラーメンなの、うん、卵とチャーシューと、うん、海苔と、うん、ネギが入ってますよ。醤油ラーメンか、でもリップは豚骨ラーメンが好きだな。お、そうきましたか、うん、ラーメンはたくさん味の種類があるから皆さんも悩んじゃいますよね、うんうんうん、他のラーメン食べたくなる時がありますよね。え、まさか。実はこのラーメンの中身をこのボタンで変えれるんです。いろんな種類のねラーメンを用意してるので、ココちゃんリップ好きなラーメンのボタンを押してみてください。え、じゃあやっぱリップは豚骨ラーメン押しますよ。いいよ、ポチ。おー、すっごい、うん、具材が増えてスープの色が変わった、うん、さ、豚骨ラーメンといえば、うん、キクラゲが入ってるから、はいはい、キクラゲとメンマがね追加されましたよ。めっちゃ美味しそう。リアルなラーメンジュルリジュルリだ。よだれ出してる人がいる、うん、具材が変わるウサギラーメン、面白いアイディアだね。うん、じゃあ私は味噌ラーメンが大好きだから味噌ラーメンにしてみようかな。うん、押してみてくれ。ポチ。おお、スープもまた変わって味噌ラーメンの色になった。すごいでしょ。うん、味噌ラーメンといえば具材が、トッピングの具材がね、うん、トウモロコシやほうれん草になってるから、それらがね自動でトッピングされたということですよ。ほんと具材とスープの色が変わるとガラッと変わるね。そんなね、いろんなラーメンを食べてるウサギをミーミーは表現しました。どうでしょうか。すごい。私のウサギ作品はウサギ映画館です。やったかで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 かウサギのポップコーンの看板だ。映画のお供といえばやっぱりポップコーンですよね。はい、なのでデカデカと看板にしました。いや、デカすぎるわ。そしてさ、あふれたポップコーンもねちゃんとある。そう、おしゃれ、はじけてんの、うん、これポップコーンがねポンポンポンポーンと。あー、いいじゃん、うん、ポップコーンの中にウサギが生まれてるのがマジでかわいいわ。こっちの大きい看板も頑張ったんだけど、うん、こっちの映画館も見てください。うわー、すっごいかわいい。上には映画を英語で言ったらシネマでしょ、うん、だからシネマって書いて、ほうほう、デカデカと表にウサギの看板を作りました。いいね。
でも、ココちゃんが作るものって全部大きいよね。うん、それが。はぁ、あ、ココちゃんの作品すごかった。まあこれで終わりでしょ。いや、実は。え、実際にここから映画館に入ってみると、うん、あ、前に行ったの。中には映画館のフロアを再現したんです。こっちはドリンク売り場コーナー。はい、リアルだ。ポップコーンまで置いてあるよ。そうで、こっちはチケット売り場。ここが並ぶところでチケットを発券するところ。うわ、リアルすぎー。こうで、こっちには映画が始まるまで待つソファーとかね、たくさん置きました。うわー、どうリップ。で、リアルすぎるくない？なんかもうリアルすぎて感動して涙出ちゃいそうだわ。うん、だってこの待合室とかもさ、うん、アート映画何分で始まるから今のうちにトイレ行っとこっかなとかってするよね。うん、マジリアル。うわ、わかるわかる。でもね、うん、まだまだこれだけじゃありません。まさか本当に映画が見れたりします。ついてきて。まさかの。今日上映するのはこちらのスクリーンです。入ってってください。はい。どうなってんだ中は。おお、すごいリアルだね。本当に映画館のスクリーンのとこの道にそっくりだよ。うん、見てください。すっごい、本当のね。てか、お客さん全部ウサギなんだけど。かわいすぎる。でしょ。ウサギをたくさん設置して、もう大人気映画館みたいにしました。すっごい、ウサギがいっぱいだ。かわいいでしょ。かわいい。で、みんなが何を見てるかというと、うん、じゃじゃん、リアルに動く映画が上映されています。うわ、すごいすごいすごい。どんどん映像が進んでってるよ。ほら、かぼちゃがね。やっぱり映画館というもの、ちゃんと映画が流れてなきゃ映画館とは言えないと思ったので、はい、こうやって映像を流しました。どんな仕組み。マジで凄すぎるよ。凄すぎる。ちょっとリップ、ウサギと一緒に最後まで見るわ。ぜひみんなの見も楽しい楽しい。ぜひ最後まで見てください。はい、はい、ということで2回戦目のウサギの作品を見ましたが、うん、ここでまたみんなに質問。リップのウサギ釣り、ミーミのウサギラーメン、ココちゃんのウサギ映画館、どれが一番いいと思ったかコメントに書いてね。リップのツリーを選んだら流れ星にお願い事ができるよ。ミーミの選んでくれたら好きなラーメン作れるよ。ココちゃんのはウサギと一緒に映画が見れるよ。ではでは、次が最後の建築対決。ハチワレを使った作品を作っていきましょう。最後だから自分の中の建築力を思いっきり出してこ。はーい、もう今度こそ本気の建築するわ。おい、最初から本気を出せ。それな。リップのハチワレ作品はルル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 ルじゃん、ハチワレ気球です。おお、風船部分がハチワレになってる。それに丸くなってて立体的な気球だね。ああ、建築力上がってるじゃん。そうそう、それに見てよ、床に降りて見上げたら浮いてるでしょ。本当だ、ちゃんと空中にあるのが気球って感じじゃない？そうそう。そしてこの気球のポイントは実際に乗れるところなんです。マジ？乗れる？そうそう、ここを開けてスタンって。うわー、すごい。まあ、でもね、一人分しか乗れないけど、うん、キャッホー、ハチワレと空の旅へ出っかけまーす。うわー、いいな。一人しか乗れないってのがなんか特等席な感じだね。そう。どれどれ？乗ったらどんな感じ？よいしょ。ん？うわー、中は空洞になってるんだ。そう、リアルな気球の作りまでしっか
り再現してる。そうそう、炎の力で飛んでるところもちゃんとこだわってね作りました。イエイ。この8割気球顔もめっちゃ上手に作れてるし、リップやるじゃん、すごいじゃん。うん、シャキーン。リップはやればできるんです、みんな褒めて褒めて。ここまでできるなら最初のあのお団子は何だったんだよ。うん、絶対ふざけてたよね。うんうん、確かに確かに。ふざけまくり。ミーミーの8割作品はこちらの山の上をご覧ください。うわー、8割が猫バスになってる。そう、ミーミーの8割作品は8割バスなのです。バスになってるのめっちゃかわいい。でしょ、うん、8割をアニメのトトロの猫バス風にしたんです。だから山の上に作って今にも駆け下りそうな感じにしました。なるほどね。ちゃんと森の上に立ってるように木のいい位置に配置するのうますぎ。うん、それにさ窓もあるし、窓の向こうにはちゃんと空が見えるんだね。ほんとだね、うん、これ乗りたくなるわね。うん、ちなみにこの作品のポイントは8割の表情です。うん、注目してください。はい、8割は猫バスに慣れて喜んでる顔にしたんだよ。だから笑ってるんだ。笑ってるのにちゃんと理由もあったんだ。かわいい。見て、すっごい喜んでる顔してる、ね、嬉しかったんだろうね。猫界でも有名なキャラの猫バスになれてさ。そのとおり。最後にふさわしいミーミーの自信作ですよ。はい、これ絶対勝ったでしょ。私の8割作品はすっげー。そしてまたまたでっかでかすぎやろ。観覧車の真ん中にハチワレの顔を作ることでハチワレの遊園地に来た気分になれるかなと思います。うわ、これ見たことあるよ、うん、海外のディズニーのミッキーの観覧車みたいじゃない。そう、まさにそのイメージで作りました。ちなみにこの観覧車ライトアップしてるので夜になるとまた違う見え方して綺麗なんだよね。夜に設定してみると、もうどうなるんだ。はい、どうですか。うわー、おっしゃれ。ライトアップされてる、うん、でしょ。昼も夜もどっちでもいいな。観覧車の周りが紫っていうのもポップでめっちゃ可愛い。うん、うん、まあデザインもねこだわったけど、やっぱなんといってもポイントは実際に回るこの観覧車だよね。うん、すっごいな。いいね。だってちゃんとさゴンドラ一つ一つが回ってるもんね。うん、ちなみにこの観覧車さ、うん、乗ることってできるの。できハマる時があれば実際に乗れるよ。こっち来て、こっち観覧車の下にちゃんとここから乗りましょうっていうところもあるんだよ。うわ、これを作ったの、マジいいじゃん。本当にね、遊園地に遊びに来た気分になれるね。ワクワクするでしょ。うん、はい、乗って。はい、ちゃんとゴンドラにベンチもある、リアルな観覧車の作りだ。うわ、楽しい。こんな観覧車が実際にお写真撮ろうよ。うん、まずはゴンドラでパシャリ。夜のちいかわ観覧車とパシャリ。おお、かなり漏れてる漏れてる。ココちゃんの8割観覧車、これはすごいわ。感動です。見てるだけで楽しかったよ。うん、はい、ということで3回目の8割作品が終わりました。はい、最後の投票も見てるみんなにしてもらいたいと思います。リップの8割気球、ミーミの8割猫バス、ココちゃんの8割観覧車、みんなは一番どれが好き？コメントに書いて投票してください。みんなのコメントちゃんと読んでるからね。たくさんの投票待ってます。以上、ちいかわ建築対決でした。また次の対決でお会いしましょう。バイバイ。引き
ネル登録をして他のピコミンズの動画も見ていってくださいね。